まずは食材だな。お帰りなさい。お疲れ様。取れたてのお魚はいかがですか？オルティシエを出られないんだって。その筋の情報によると急に帰省されたんだそうで。で、君らノクティス王子ご一行だろ。こんちは、俺ディーノ。あ、俺新聞記者だからいろいろ知ってんの。高級車でハンター始めたのも知ってるし、お忍びだろ。記事にされたくないよな。なあ、ちょっと俺の話聞かない？じゃ聞いてやる。なあノリいいじゃん。じゃ静かして。場所の印つけといたんで原石取ってきて。これ宝石の原石。代わりに船乗れるよう話つけてやるよ。ダメなら王子の情報売っちゃう感じで。今日は船が出てないんですって。向こうの港で止められてるんだと。もう一泊するしかないな。完全に王子って知ってたね。ま、しっかり隠してもいなかったろ。新聞記者と言っていたな。乗船できるかはともかく敵対はしたくない。どうした？散歩中か？仲間とはぐれたか？あ、じゃあ腹は減ってる。減ってんのか。ああ、分かった。ちょっと待ってろ。なんか探してこねえとな。猫の餌が？近くで釣りでもする？そうだな、やってみるか。うおー、にゃんこのごちそう。
ほら、釣ってきたぞ。え？魚嫌いなのか？あー、レストランに行ってこいと。ガーディナにようこそ。ここ、猫が食えそうなものってあるか？新しい冷やかしかしら。え？あ、いや、あ、あっちに猫が。冗談よ。事情はわかってるわ。あの子のご飯なら作ってあげる。ただ材料がね、今からお客さんに出す分で最後なの。だから、この魚を一匹調達してきてね。ここで取れた新鮮な魚介なんだって。これは海の近くでしか味わえないよな。お疲れ様。ちょっと待っててね。あなたいい人ね。でも気をつけなさい。猫って執着するし、何より美食家よ。美食家ね。下手なご飯じゃ満足しないの。はい、これ持ってってあげてね。できたぞ。この贅沢猫。懐かれたっぽい。どうだろう、執着されてしまうかもな。されちまうと大変だぜ。海って思った以上に悪くはないかもな。そうか、お前あんま海知らねえんだよな。休むか。タイミングバッチリだぜ。いい朝だな。あ、今日も気合い入れていくか。うん、行こうぜ。
近づくわけ？起こすんじゃねえぞ。おお、俺新聞記者兼アクセサリー屋で、これでまたいいの作れちゃうじゃん。感じ悪かったでしょ。これ結構希少品でごめん。王子を脅してでも俺は欲しかった。何癖つけたお詫びに情報、君らがもらった金貨、あれカンナギ就任記念硬貨、あの男他にもばらまいててさ、帝国関係者かもね。でこれ宣伝、はい俺の作品ごひいきにどうぞ。本当に就任記念硬貨なら一般には配られていないはずだ。お小遣いって言ってたけど、宿代にでも使っちまえってな雰囲気だったけどな。じゃあ次の機会に。そうそう、乗船手続きちゃんとやってるよ。原石がもうほんと嬉しかったからさ。で問題なく許可取れそうなんで、準備できたら俺んとこ来て。まさか本気で手続きしているとは思わなかった。どう言って船を動かしてんだが、職業柄ってことなんだろうが。でもアクセサリー屋でもあるんだよね。今日は船が出てないんですって。向こうのそうそう、乗船手続きちゃんとやってるよ。原石がもうほんと嬉しかったからさ。で問題なく許可取れそうなんで、準備できたら俺んとこ来て。まさか本気で手続きしているとは思わなかった。どう言って船を動かしてんだが、職業柄ってことなんだろうが。でもアクセサリー屋でもあるんだよね。出発準備できたって？マジ早いな。船が来んの明日だよ。ちょっとホテルに泊まってて。休むか。賛成。
おはよう。イグニスは？すぐ戻ってくるだろう。なんだよ。どの新聞も同じだ。何が？王都が陥落した。はあ？何言ってんだよ。落ち着いて聞いてくれ、ノクト。落ち着いてんだろ、俺は。インソムニアがニフルハイム帝国軍の襲撃を受けたらしい。昨日の夜、調印式の席で騒ぎがあった。帝国軍は王都城周辺を爆撃、国王陛下が死亡。おい待てよ。知らされていなかった。何がだよ一体。調印式は昨日だった。そして王都は。バカ言うな。俺たちはオルツシエに向かってたさ。だが襲撃されたと報じられている。今朝の国内全ての新聞にだ。冗談だといいのに。他に情報は自分たちで見てくるしかねってことか。ならインソムニアに戻ろう。危険がないとは限らない。ここにいたって同じだろ。どうだ。ああ。
みんな無事かな。無事なわけねえし。まだわからない。はあ、町も城も襲撃されてんだぞ。落ち着け。親父も騙されやがって。おい、帝国に裏切られたんだね。真実はまだわからない。だから戻るんだ。ふざけやがって。何が停戦だ。兵士たち、魔導兵を運ぶ船だ。人造兵か。ああ、大量生産されている人型の兵器だ。本当に停戦協定はなくなっちゃったんだ。あれ見て。王都周辺は封鎖されているのか。先には進めねえな。迂回しようぜ。少し行けば、オートが見える場所に出るだろう。帝国軍だ。このくらいなら片付けちまうか。ああ、蹴散らしてやる。もう停戦もなんもねえからな。容赦なく攻撃してくるぞ。
さてどうする。よっ、協定については今回の事件を受け当面の凍結が発表されました。また崩御されたレギス国王陛下に続きノクティス王子、そしてテネブラへのフルーレ家カンナギ、ルナフレーナ様のご逝去が新たに確認され。消すな。ごめんいらねえよ。外だよ。そっちに戻れない。ああってなんだよ。何なんだよこれ。俺たちはどうしたらいいんだよ。親父は、ルーナは、王子が死んだってどういうことだ。説明しろ。俺はここを出てハンマーヘッドへ向かう。はあ？陛下は亡くなられた。何が起きたかは必ず教える。まずそこを動け。また会おう。将軍か。なんとハンマーヘッドに行くって。陛下は。
警護隊はもう機能してねえんだろうな。ああ、将軍が外に出るというくらいだ。中はどうなってんだろう。そのうち報道されるだろう。これだけでかい騒動だからな。これから俺たちどうするの。まずはハンマーヘッドだ。他は後で考えようぜ。イリスからも伝言があった。何人かとレスタルムに向かってる。無事なんだ妹さん。ああ、あっちはどうなってるか分かんねえが。死亡説はありがたい。追っても派手には動けないだろう。帰れないけど旅はできる。そうだな、行こう。よ、いらっしゃい。ああ天気も悪くて大変だったね。すまない。将軍は用事があるからってもう出てったよ。じいじにいろいろ伝えてあるみたい。うん、来るって聞いてからずっと心配して待ってたんだ。また道を封鎖されたら面倒だぞ。こんはクリスタルと指輪を奪うことだった。停戦の意思は初めからなかった。何騙されてんだよバカ。いい、そう簡単に騙されるもんかよ。王都で起きてたのは一方的な襲撃なんかじゃねえよ。あいつは城で戦争したのさ。迎え撃ってやるつもりでな。だが備えちゃいたが力及ばなかったってのは現実だ。細けいことはこれの坊主に聞きな。俺はレギスと顔も合わせちゃいねえんだ。もう何年も前からな。コルから伝言だ。王の墓所で待つだとさ。王の墓所は北西に行ったところだ。途中に集落がある。まずはそこに行ってみろ。面白いもん持ってんな。これのことか。帝国の奴らと戦った時に拾った。オート製の武器か。そいつをもっと使いやすく強力にしてやろうか。なんだよそれ。改造してやる。改造？車いじんなシドニーだろ。俺は暇でな。よし、とりあえず部品持ってこい。よし、組み上がるまでちと待ってな。いい出来だと思うぜ。ほらよ。
あんたたち車持ってたよな。ああ。食材の仕入れを頼めないか。なんで俺が。まあシドさんだ。シド、うん、何でもいいからお使いをやらせろと。いろいろあって帰れないんだろ。まあな。だったら外の世界に慣れろってよ。頼んだもんはなくても困らないが、持ってきてくれりゃ助かる。よろしくな。タッカが言ってたやつだよね。ああ、すぐ手に入ったな。お使いにもならねえぞ。彼の優しさか。せっかくだから届けよう。よう、調子はどうだ。今日はどうするんだ。気に入ったならまた来てくれ。おお、持ってきてくれたのか。簡単すぎ。シドに怒られるぞ。そうだな。次に頼むときは情報屋としてもう少し難しくさせてもらう。だが手に入れてきてもらって助かった。代わりにこれをやる。料理して食え。時間があるならお使いするか。ああ、買ってくるだけじゃねえよな。今度はちょっと骨が折れるぞ。野獣を倒すとこからやってもらう。つまり狩りだからな。手に入ったら新しい料理に使う予定だ。できれば持ってきてほしい。新しい料理の構想はできてる。あとは材料だ。今日は何にする？何か食ってくか。標的たちだ。よろしく頼む。準備は万全にな。新しい料理を出すのか。そんなこと言ってたな。いいじゃん、気になる。さっさと。仕留めてこようぜ。出入りは制限されているだろう。今中どうなってんだろうね。さあな。どうだろうな。ま、いつか戻ることになる。そうだな。すぐにではいかないが。クリスタルないんだよね。取られたっつってたな。返させるし。ああ、必ずな。ああ、めんどい。油断禁物ってね。さて、無事に済んだな。
おい、ドクター、上だ。うわ、マジであれと戦うの？行くしかねえか。さて、どうさ。さっさと先に行こうぜ。終わり。これで満足だ。
おい、俺を殺す気か。全員無事だな。先行こうぜ。寝てる暇はないぞ。助かった。ノクト、大丈夫か？ああ、これって大ピンチってやつ？こりゃ全滅もあり得るな。おりゃ！じいさんの指令か。やるな。今日はどうするんだ。何にする。腹が減ったら戻ってきな。
休むか。シドだな。はい。ああ、やっと当たった。その声、王子だろ。無事。俺、D の。ああ、原石の。正解、原石の。ちょっと無事な顔見たいからさ。時間があったらガーディナに来て。ガーディナね。好みの品を選んでくれ。ほら、受け取ってくれ。また寄ってくれ。ん？
Thank you.